こんにちは、琴の夏美です。皆さんは子供の時のことを覚えていますか？私は毎日学校がとても楽しかったです。でも漢字の勉強は苦手でした。勉強したくなかったです。でも先生に勉強しなさいと言われたので、毎日漢字の勉強をしました。私は子どもの時、先生に漢字を勉強させられました。私は先生に漢字を勉強させられました。今日の文法はさせられる、causative passive form です。これはさせる、causative form とられる、passive form のコンビネーションのフォームです。やりたくないです、嫌ですと思っています。でも誰かにやりなさいと言われたので、やります、やりましたの時に使います。 To be made to do something のイメージで、 I was forced のニュアンスがあります。私は先生に勉強させられました。先生は私に勉強させました。皆さんはこの2つの違いが分かりますか？1つ目の私は先生に勉強させられました、これは今日の文法 causative passive form ですね。嫌ですと思っている私がサブジェクトです。2つ目の先生は私に勉強させました、これは皆さん覚えていますか？ causative form です。勉強しなさいという先生がサブジェクトになっています。させられる、causative passive form の作り方です。はじめにグループに root verbs、 例えば dictionary form 食べる、 drop る、 add させられる、食べさせられる。グループ3 irregular verbs、 来る、来させられる、する、させられる。最後にグループ1 ut verbs、 例えば dictionary form 待つ、待つ、 u sound change to a sound、 また、 add される、またされる。エクセプションがあります。話すなど end with すの verbs です。話す、ドロップす、アッさせられる、話させられるです。じゃあ例を見てみましょう。私の友達はよく遅刻します。私はいつも友達に待たされます。私は納豆が嫌いです。でも父に納豆を食べさせられました。どちらも私は嫌です、したくないですと思っています。でも待ってください、食べなさいと言われたので、待ちます、食べました。させられるにはもう一つ使い方があります。例えば、
私は昨日映画を見ました。その映画に感動させられました。この感動させられます。感動するは嫌ではありません。これは私が強い気持ちを受けた時に使うことができます。ですから、笑わされる、驚かされる、考えさせられるなど、私の気持ちがある verbs と使うことができます。皆さんは最近、驚かされたこと、感動させられたことがありますか？今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さようなら。Thanks for watching. Please remember to subscribe and turn on notifications.